勝木健県三3月11日体は、日本の政治家。参議院議員、文部政務次官、参議院労働委員長、参議院財政金融委員長、平成会国会対策委員長などを歴任。勝木光則の子として、中国大連市で生まれ、熊本県天草市で育つ、早稲田大学卒業後、大英に入社。大英労組委員長、前線同盟流通部会長等を経て、 1986年の第14回参議院議員通常選挙で民社党の参議院比例区から立候補し、初当選。以後、3期連続当選。1994年、羽田内閣で文部政務次官に就任。同年の民社党会党に伴い新進党に参加。新進党の参議院会派である平成会の国会対策委員長を務める。 1996年、参議院労働委員会委員長。1997年末の新新党回答後は、新党友愛を経て民主党に参加。2001年、参議院国民福祉委員会委員。民主党倫理委員会委員。2003年、参議院国民生活、経済に関する調査会委員長。2004年3月、参議院国民生活、 経済に関する調査会会長。同年7月の第20回参議院議員通常、選挙には立候補せず、政界を引退。支持母体の前線は後継候補として柳沢照美を擁立した。2014年4月、朝日、重光明を受賞。ありがとうございます。